新年明けましておめでとうございます。2022年もラジ歴をどうぞよろしくお願いします。ということで、2022年、早いものですね。早いです。今年も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年もね、変わらずリートンとソッシーの2人で、このラジオ歴史小話やっていきたいと思いますので、はい、皆さんもどうぞお付き合いいただければと思うんですが、はい、新年初っ端の今日はですね、毎年恒例新年一発目は、はい、リートンによる、今年1年どうなるんだ予測ということで、はい、今年も2022年、はい、ノストラダムスもびっくりな大予言していきたいと思います。ってことはね、外れるってことなんですけどね。いやいやいや、でも去年話した2021年予想、はいはい、まずこれの振り返りからしていきたいですけど、大体合ってたね、全部。そうなんです、言ってること。そうなんです。そうだっけ冗談で言ったんだけど。いや、ただですね、この今のセリフ、2021年の初っ端に、2020年を振り返った時にも同じこと言ってたんですけど、まあそうだね、まあお約束でね、そうやったわけなんだけれども、2021年なんか合ってた。はい、割と合ってたんですよ。そう。確認したんだ。確認したんですけど、やっぱキーワードの一つに、うんうん、まあ、分断っていう言葉が、分断ね。ありましたと、はい、分断、ね。うん、ね、分断。はい。で、まあ、それにまつわる世の中の変化、具体的に何だったかな。で、まあ僕もね、そうこんな、全部合ってるかなみたいなことを言っときながら、ちゃんと予習で、はい、去年の481、2021の、ね、年始のやつ聞いたんですけど、皆さんもね、はい、余裕あったらちょっと聞いてほしいんですが、うんうんうん、あのね、これ冗談抜きにね、はい、結構合ってたんですよ。全く覚えてなかったんだけど、一つ目、衆議院選挙、2021年ありますって言ってて、はい、まあこれは当たり前でね、予測とかじゃなくて、もうあるっていう話だから、はい、でそこで、自民党多分勝つんだけど、自主的な政権交代起きるよと、うん、いうことを言ったら、なんとアベノミクスに対してね、ちょっと斜に構えている宏池会の岸田文雄さんが首相になるということで、うん、首相変わって政権交代してるよと、うん、でその後に続いてね、気になるのがやっぱり中国とロシアの動きだよね。そうですね、この2つのちょっかいが、はい、いろいろ日本に対するちょっかい、これ激しくなっていくよと、うん、言って、あら、びっくり、本当にぴったりということで、うん、2つ当たったし、はい、バイデン大統領生まれても、なかなかアメリカの分断、うん、これ、収まらないんじゃないのということで、今ね、議会でも、はい、アメリカ、民主党と共和党の中でもね、それぞれ分断が起きてて、うん、混乱が続いているということで、まあ、個人的には 2.5 個当てたなっていう感じなんですよ、うん、ということで、ね、そんな信頼と安心のリートン印の安心、うん、未来予想なんですが、はい、楽しみ。じゃあ今年も予想しちゃおうかな、うん、ぜひぜひ。どんな感じの1年間になりそうですか？今年はね、引き続きやっぱりキーワード的にやっぱ分断に寄ってしまうと思っていて、うん、はい、分断というよりかは僕は亀裂だと思うんだよね、はい、今年は分断と亀裂、ここ区別しましたけど、僕が聞いた感じ、うん、亀裂ってちょっと分断からさらに一歩対立が深まっちゃった感じを今聞いていて、いやね、あのね、ちょっとだけニュアンスが違くて、本当にどんな感じですか？分断はまさに、うん、もう中国ロシアとそれ以外みたいなね、うん、こう二つに分かれた、分断して断たれた、はい、二人その更新がね、うん、うまくいかないとか、そういう風なもので、亀裂っていうのは、うん、なんかもっと分断よりは浅いところにパチ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 っていろんなところに細かいひび割れが起きちゃう、こんな感じのイメージをしてほしいんだけど、うんうん、要は例えば日本と韓国の間、これ分断はもうされているんだけど、さらに他の細かいところでも亀裂がね起きてっちゃうとか、はい、西側諸国の中でも、例えば EU の中で、去年分断という意味ではイギリスが出てっちゃった。これ完全にもう別れてさようならじゃない？分断じゃん。それじゃそこまでいかないんだけど、他にも細かいところ、僕たちずっともだよねっ
て行ってるところも亀裂が走るみたいな。こういう一年に今年はなるかなっていう。なるほどな。テーマとしてあげるのはね。だから引き続き、分断に向かって社会、世の中は進んでいってしまうっていう暗い話になってちゃうんだけれども。はい。やっぱり今年僕が注目しているのはですね、うん、トルコですね、今年は。トルコ。トルコ。はい。まあもう中国とかロシアとかね、うん、その辺の動きっていうのはもう活発化していく、激しさになっていく、分断がね、大きくなっていくっていう、亀裂がいろんなところに走るっていうのは、まあ皆さんも、うん、まあなんとなくそうだろうなっていう感じだと思うんですが、はい、僕は注目している国はトルコと、うん、あともう一つはインドですね。この二つ。なるほど。でインドは皆さん今 GDP どれぐらいか知ってます？インドの GDP、もうね順位で言ったら、はい、アメリカ、中国、日本、ドイツ、そして、はい、フランス、イギリス、インドってのがもう団子なんですよ。ほう、団子っていうのはもうここの結構ほぼ一緒、ほぼ一緒、ほぼ一緒、うん、ほぼ一緒、もうほぼ一緒だし、うん、多分インド抜いた、はあはあ、抜いた可能性ありぐらいの感じの雰囲気、うん、で。このまんまでいけばインドはもうすぐね、日本とかも抜いちゃうポテンシャルがある、うん、そんな状況の中、中国とアメリカで、うん、インドっていう国はアメリカともね、クワッド、日本もある、うん、はい、インド、アメリカ、オーストラリア、日本で組んでるクワッドっていう中にいるんだけど、はい、ここにも亀裂が走るんじゃないかっていうような予感を感じているし、うん、トルコっていうのはうん、一応 NATO っていうね、アメリカの、うん、大西洋側、あ、ヨーロッパ側の同盟国の位置づけには一応いるんだけれども、はい、やっぱり、アメリカとの関係の亀裂がより深まっていく。で、うん、中国とインドって、もともと超大国だったわけよ。その18世紀とか19世紀ぐらいの時には、はい、ムガール帝国とか、はい、あるいは中国の清っていう王朝っていうのは非常に豊かな国だった、うん、だからこそ世界各国が植民地にしたかったっていう流れがあったわけだけれども、うん、いよいよその時代に、まあ、先祖返りしていく動きも強まっていき、うん、はい、その同じ時代に強力だったオスマントルコ、うんうんうん、でオスマントルコの一部が今のトルコなんだけど、このトルコが今結構アフリカとかにもね、いろんなところにお金出したりとか進出しているっていうところもあり、うん、トルコの動きに注目するっていうね、うん、そんな一年に今年は僕はトルコとインドっていうのが、うん、今年の政治、もちろんロシア、中国、アメリカよ、うん、中心は、でも裏キー国、裏側のその重要なポイントとしては、うん、インドとトルコというところが非常に重要視される、うん、そんな1年間になってくるかなというふうに思っています、はい、なので、今年このラジオ歴史小話の中でもですね、うん、中東の歴史とかインドの歴史、うん、はい、こちら辺をね、中心にやりつつ、中心にやりつつって言いつつもね、多分そんなに取り上げないんだけど、来年、今年はね、去年みたいにまあ、去年はね、2021年の予想は、まあ、当たるよ、はいはい。当たるようなね、うん、当て方していったよ。あれ、お気に入り、うん。でも今年はちょっと冒険で、うん、1年後にね、インドもトルコもあんま別に何もしなかったよっていう可能性もあるかもしれないけど、ちょっとあえてね、ここは、うん、インドとトルコを注目国として皆さん見てください、うん、ということで取り上げていきたいと思ってます。合ってるかどうか分かんないけど、でも注目すべき国だっていうところについてはブレなそうな感じなんですかね、やっぱり。それは今何、組織聞いてどう感じた、うん、僕はですね、まあ、トルコについては2021年、うんうん、新聞解説流れ聞きの中で、うん、トルコリラの話で離島が注目してるなっていうふうに感じたので、はい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 、その延長に、ね、うん、2022年も継続注目するんだなっていうふうに思ったので、まあまあなるほど、なるほど、まあそうね、うん、経済だけじゃなくて政治、うん、国際安全保障の上でも、うん、インドじゃないや、トルコが、トルコ、うん、結構非常に大きな影響していくだろうなと。そうですね、でインドはまあもともとその経済力はもう大きくなってきてるけど、うん、やっぱりそのアメリカ寄りと見せつつロシアとも武器供与関係で深い付き合いがあったりとか、うん、中国と対立していながら中国との、はい、上海協力機構という中に入ったりとか、うん、まあいろんな場面場面でね、インドっていうものがやっぱフォーカスされていく、うん、それがより強まっていく1年間になっていくんじゃないのかなっていうふうに思います。そうですね、
僕はリートンほどこうやって予想とか、なんか大きく、うん、気は広げられないんですけど、気になってるトピックいくつか挙げるとですね。なんだい？韓国が大統領選ありますよね。あるよ。で、そう。で、日本との関係がまたこの向こう数年どうなるのかなっていうのを占う、なんか一つの出来事として注目したいなっていうところ。うん、そうね。まあ変わんないよ、うん。悪いまんまだよ。変わんないのか。そっか。変わんない。誰が大統領になってもね、多分変わんない。変われない。そっか。残念ながら。っていうふうに思うね。これでどうしよう。急に年末に握手とかしてたら今年のね年末に、それは喜ばしいこと、それは喜ばしいこと、外れたらいいんだけど、うん、なかなかまあ外れないかな、うん、そうですね、あ、そういう意味ではだから亀裂っていう意味だと、うん、やっぱ東アジアの安全保障体制っていう意味では、うん、やっぱ韓国が一つキーポイント、うん、そうですね、亀裂を起こす、国になってくるんじゃないのかなっていうのは非常に感じるね、うん、そうですね、台湾とのね関係っていう意味では日本は深まってよりいくだろうし、はい、そこに亀裂は多分生じないんだろうけど、うん、韓国との関係性ってのはやっぱり亀裂ってキーワードになっちゃうかな。なるほどな。あとは、フランスとドイツだよね、ヨーロッパ。ここの関係もね、なんかうまくいかないんじゃないかなっても思うし、イタリアもドラギさんって首相がね、大統領選出るかもみたいなことも言ってるから、まあ、やっぱりいろんなところでほころびがこうより出てきてしまう。確かに。で、景気。僕らがね、まあ、そんな国際安全保障なんてどうでもいいよ。要は、俺の給料上がるのか下がるのかどっちやねんと。景気はいいのか悪いのかっていうのを見ると、うん、はい。今年は、景気は、今年はいいんじゃないかなってなんとなく思っていて、はい、新型コロナ、ようやく僕ら、ウィズコロナにしても、うん、コロナ以前に戻っていくにしても、どっちにしろコロナとの付き合い方って結構うまくなってきている。もちろん、楽観視はできないよ。うん、はい、予断をね許す状況では決してないんだけれども、うん、今年1年かけていったタイミングでいろいろね、うん、飲み薬もできる、3回目接種もできる、あるいはいろんな知識、うん、知恵が、うん、高まっていくということもあると、うん、今年は日本も経済、結構戻ってくるんじゃないかな、うん、でその過程の中でいろんなクーポン券、うん、配られていくこととかによって非常に景気は加熱していく、そんな1年間になるのかな。ただ格差はより一層激しくなっていくので、やっぱり、モテるものとモテないものの差っていうものね、はい、この辺についても、今年1年間見ていかなきゃいけない、うん、そんな感じだと思いますと、うん、ということで、リートンによる2022年予想はこんな感じで、はい、締めくくりたいと思うんですが、はい、今週の金曜日からですね、通常配信に戻ります。はい、金曜日7日、1月7日から通常配信ですけれども、そちらではですね、改めて、ラジオ歴史小話、うん、こう歴史小話ということで、はい、歴史にまつわるキーワード、はい、皆さんご存知の幕府、はい、江戸幕府とか鎌倉幕府とかの幕府 ね、こちらの幕府について、うん、あるキーワードですよね、うん、こちらについてしっかりと、はい、幕府って何なのと語源由来について金曜日お伝えしていきながら、このテーマで来週もやるので、はい、全部で3本幕府に関してみんな詳しくなっちゃおうとい う、ね、はい、そんな年始の冒頭をやっていきたいと思いますので、引き続きラジオ歴史小話、はい、いよいよ金曜日から本編再開ということになりますけれども、皆さんどうぞよろしく、今年も2022年一緒に楽しく元気に過ごしていきましょう。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソッシーでした。バイバーイ。2022年、ラジ歴から皆さんに一つ、お知らせです。私リートン、2022年2つ大きな勉強会をやろうと思っています。一つはですね、半年コースで、全12回のヨーロッパ全史というもの、こちらヨーロッパの歴史を学んでいこうということですが、やはり人権とかですね、民主主義、我々が日頃馴染み深いこういった言葉、源流はヨーロッパの歴史から生まれてきています。そういったことでもですね、やっぱりヨーロッパの歴史学ぶことの重要性、ますます深くなってきていると思っていますので、ぜひ、僕と一緒にですね、全12回半年という長丁場ですけれども、参加したい方募集しております。またもう一つはですね、中国の歴史ということで、こちらは5ヶ月、
全10回ということで今、注目されている中国、どうして中国は特別な考え方を持っているんだろう、その背景にはどんな歴史があるんだろうということをですね、こちらも私と一緒に全10回で、興味ある方一緒に勉強しませんかということで、どちらも長丁場で、受講料もですねちょっとお高くなっておりますので、1月12日水曜日、1月12日の水曜日に、事前説明会、こちらはね無料で、事前説明会 Zoom でオンラインで開催しますので、ぜひ興味のある方はですねこちら参加していただければと思います。興味あるんだけど1月12日ちょっと参加できないよっていう方はですね、個別にリートンの Twitter とかのねアカウントに、質問とかねダイレクトメッセージとか送っていただければ読ませていただいて、対応 しますんで、そちら興味ある方はぜひ、ご連絡いただければと思います。ご都合つけばね1月12日水曜日の事前オンライン説明会の方にぜひご参加いただければと思います。この2022年、新しい勉強したいなと、歴史についてより深く学びたいなっていう方、僕と一緒にヨーロッパの歴史あるいは中国の歴史一緒に学びませんか。